運ってやっぱよく分かんないですよね。なんかこう目に見えないものだし、それは運がいい方がいいけど、運がいいとか悪いとか、ずっとこの今回のこと授業でも言いたかったんですけど、やっぱ皆さんに本当に変わってほしいなとか、どこかでこう覚えててほしいなって、もう本当に2つだけなんですよね。やっぱりいろんな経験を常にこうワクワクして引っ込み思案ならずにいろいろチャレンジしてほしいっていう、その行動力、チャレンジ精神を持ってほしいっていう、これとあとこう自分に自信を持ってほしいっていう、だから自分のことを好きになってほしいっていう、もうこの2つだけなんですね。占いでもう長い5000年の歴史があって、まあそういうね、人生っていうのはこういう流れがありますよって話を一回したことがあったんです。こちらちょっとご覧いただきたいんですけど、あのカバラという、まあ、古い占いがありまして、で自分が今年どういう運気でどういうふうに過ごしたらいいかというのを知る、まあ、表なんですね。でじゃあ僕12月5日生まれの人の2016年、今年はどんなテーマか、どうやって過ごしたらいいかっていうのは、2016年の12月5日全部バラバラに足すんですね。2足す0足す1足す6足す1足す2足す5で3、9、10、12、17、結果17で、この場合の1の位と10の位も足すと1足す7で8となるんですね。でまあ僕は8だったんで、今年はあるがままに自然にとかってあるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9ってきたらまた1に戻るんで、どうせ結局その人生9年周期という考えなんですね。これまあ、説明していくと、1の人っていうのはスタート、種まきという時なので、ぜひ新しいことをどんどんやっていくといいですよみたいな。で2の方は出会い、人脈作りを、人との交流を楽しむと、まあ、向こう10年引き上げれるようないい出会いがありそうですよ。これはまあいわゆるモテ期とも言うんですね、恋愛の場合だと。で3番が花広く楽しみきる、まあ、種をまいたものに人が加わって一通り花を開かせるという、まあね、嬉しい年が3番で、4番が基礎固め、ちょっとね、もう一回こう自分の、ね、足元を固めましょう、自分の武器は何なんだろう、もう一回それを見つめ直して、それをこうもう一回ね、勉強し直すといいですよっていう。で5番になると転機、チャレンジ、新しい世界に飛び込んでもいいかもしれませんよ、そんな勇気持ってもいいかもしれませんよ。で6番になると自己犠牲、人に尽くすとなりますけど、まあたくさん人に恩を売るというか、で自分が損するなってこと実は増えてくるんですよ。なんでこれ私がやんのとか、なんでみたいな。でもそれって実はチャンスで、この年に人にたくさん恩を売っておくと、それが8の年にたくさん返ってきますよとか。で7は自己投資、6番の、ね、年に、人にたくさん尽くした、次は今度自分のために時間とお金を使うといいですよ。でこれは弱点克服なんかをすると、まあね、非常にいいですよ。で8番でやって、それがこう返ってくる、はい、過去7年の頑張りが報われる、だから流れに身を任せて楽しいことにたくさん身を置く。で9番になると1の前ですから、けじめ集大成、断捨離、いろんな整理、次の人生への準備を始めてくださいという。だよくあるのがね、なんかこうずるずる来てるものをここで切らないといけないとかね、そういう整理も大事ですよってなるんですけど、でもね、これ見ていくと、全部もし運気が良かったらただただ嬉しいだけで、自分の内側を見つめることは多分9年間一回もなくなっちゃうんですよね。でしかももっと言うと、嬉しい運気がいい時っていうのは自分のね、才能をこうたくさん出せる時なので、言ってしまうとアウトプットというか出す一方になっちゃうんですよね。一切入れる時間がなくなっちゃうんですよね、自分の中に成長する時間が。だからそういう時に6番7番っていう、ああいう年があることでうまくいかないな、まあ運だけで言うとなんか運気が下がって今もうなんかついてないなって思っちゃうかもしれないんですけど、そうなることによって初めて、じゃあどこがいけないんだろうとか、なんで自分の考えが伝わらないんだろうとか、友達とうまくいかないんだろう、初めてこう自分の内側に目が向いて、あ、もしかしたらここはいけなかったのかな、もっとこうした方がいいのかなっていう気持ちになるわけですよね。なのでさっき言ったね、こう運ってのこうバロメーターで、やっぱり全部こう上がってた方がいいっていうイメージがあるかもしれないんですけど、やっぱりこう下がることに意味があるというか、下がらないとずっとこう成長できなかったりもするので、
何かこう人生ってこういうのあるけど、なんかこういう波も楽しんでもらって、でこの表をねあとでお配りしますので、なんかこれからの人生でね、何か今年はこういうことを頑張った方がいいのかなとか、なんか今そういう時期なのかなって一つのね指針になんかしていただけると嬉しいなと思いますんで、なんかこれね覚えておいていただけたらいいなというふうに思います。